こんにちは、速稼塾の久保です。今回の神童花屋龍馬シリーズは、まあ、私の30歳になった頃をね、思い出せということですけども、もう忘れてしまいましたね。まあ忘れてしまったことを思い出そうとするとどうしてもね、自己美化をするようなバイアスがかかるんですけども、私はね、自己否定でちょっと辛めに見てみましょうか。私の30歳っていうのは、まあ無職でしたね。28ぐらいでサラリーマン辞めて、それから自分の会社を建てたんですけども、当時はですね、まだ2005年に始まる新会社法っていうのがなくって、株式会社を建てるのに資本金が3000万必要だったんですよね。とてもじゃないけど3000万持ってなくて、有限会社ってものはできたんですけども、有限会社ですらね、600万の資本金が必要だったんですよ。ということで会社を建てるのがものすごくハードルの高い時代でした。で、逆に言うと、実態のある会社をしなければ、ビジネスをしなければ、とてもじゃないけどもスタートができないっていう世界でしたね。現在は本当に登記するのが簡単なんで、お金なんて全くなくったって法人の代表にはなれたりとか、法人のオーナーにはなれるわけなんですよね。でも当時はそういうのがなかったんで、ダミー会社っていうのは非常に作りにくかったです。まあその中で私が選択したのは、まあ無登録無許可無認可ってやつですよね。いわゆるモグリです。モグリで始めたんで、できることが限られてますけども、私はね、なんとなくホームページ作成会社を始めたわけですよ。まあでもホームページの知識はね、全くなかったですね。で、それでゆるゆるとスタートしたんですけども、年間のオーダーってのがたった1件で、年収で100万にもならなかったんで、私はガードマンのアルバイトに出るようになりましたね。まあそんな30歳のスタートでした。まあでもね、20代のうちに曲がりなりにも起業するという、そういうふうな目標を達成できて、まあ私としてはね、すごく世界が晴れ晴れとしたような感じでした。まさにそこには自由を手に入れて、自分の収入は天井知らずだなと思った時でした。やっぱりね、会社員でいると収入っていうのは天井ありなんですよ。どんなに出世しても、私が計算するのによると、まあ、40代でね、年収800万がいいところみたいな感じでした。当時まだ20代だったんですけども、私みたいな年齢になったらどんな暮らしを送ってるか想像するところが多かったんですよね。まあ、年収は800万から850万、まあ、部長職とかね、もしかしたら役員の中に名前を連ねてるかもしれないなと。逆に言えばね、40代で会社の中にいて、そのぐらいの役職がないと、まあ、会社員になった意味はないかなと思ってたんですよ。で、まあそれからですよね、自分の人生ってのがこの会社の中で終わってしまうんだって感じて、ちょっと脱力にも似たような感情でね、退職してしまいましたけども、まあ、とにかく30歳ってのはそういうふうに、まあ、自分のね、住む場所を変えて、仕事を変えて、収入が変わった、その第一発目でした。収入が変わったのはいい方向に変わったんじゃなくて、ゼロになりましたからね、ほとんどゼロで、ガードマンとしてのアルバイト収入が唯一の収入だったということで、たちまちのうちにね、カードローンにはまって多重債務者になりました。当時の、カードのローンっていうの金利っていうのは 29.2% ですね。年間で3割も利息がかかるんで、とてもじゃないけど返せないですね、こんなのはね。もうひどい目に遭いましたね。督促がもう日常になりまして、おかげさまで督促が来てもどうってことないなってことに今気づきましたね。今の私の精神力だったら、そこそこね、何百万とか何千万借りてもびくともしないですね。もう文句言ったら返さねえぞぐらいの勢いで多分お金を借りると思います。で、お金を借りてからこそ自分の行動範囲が広がって、そこで利益が出せて高い金利を払えるっていうふうな、そういうふうなマインドセットが変わりましたね、今はね。まあ、ただインターネットってものが出てきて、そして新会社法が2005年に施行されて、会社をやるのにお金はかからないし、それから事業するのに初期投資ほとんどゼロでできるんで、もう利益しか出ないような世界にいますんで、私はね、今48になって、あの時の選択が今に続いていて本当に良かったと思いました。サラリーマンでいて安定した暮らしと、その中での出世ってことを人生の真ん中に置いていたら、多分今みたいな人生はなかったですし、今知り合えている方は一人とも知り合えてないと思いますし、 YouTube の発信も当然やってないと思います。そしてですね、世の中には YouTuber ってやつがいるのかって言って、無別の目でね、はみ出したやつが YouTube をやってるんだっていうふうな決めつけで見ていたと思います。で、私は今は全然違いますね。今はこうやって YouTube を中心にビジネスしてますから、やっぱりサラリーマンもね、すごくいいんだと思いますよ。サラリーマンもすごくいいし、そういう方が大半世の中にいるから、私みたいな職業が成り立つと思うんですよ。でもこれ逆だったら全くダメだと思うんですよね。 YouTuber が国民の多くの方がやっていて、一部の方だけがなんかね、食品加工したりとかしてたら、もう完全に需要と供給のバランスぶっ壊れちゃいますんで、絶対ダメだなと思いますから、情報発信者ってのはやっぱりまだまだ少ないんですけども、
まあでも少数派であった方がうまくいくんじゃないかなというような見識にたどり着きましたね。ということで30歳が始まって、私は何歳だったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、33歳か4歳ぐらいで、まあ、商売やりすぎてね、逮捕されて牢屋に入ることになって、出てきたその年のうちになぜか麻雀店のオーナーになったというね、ついでに、その麻雀店のグループのナンバー2になったというね、なんか急にそうなったという感じがします。それはなんでかというと、私はずっと会社をやってたという意識があったんですよ。20代の28、29から自分は事業者として、そして会社の登記もしたぞという背景があったんで、その麻雀店でバイトに行くときも、私は自分の会社をやってますって自己紹介があったんですよ。実態はなくてもね、会社をやっていたわけですから、名刺も代表取締役の名刺があったわけですよ。だからそれでね、お会いした方のその麻雀店の店長の先入観ができたんでしょうね。そして今日こんな人が来たよって形でグループの会長の方に、まあ、話を通してくださって、だから数ヶ月後私にオーナー権を譲るっていうふうに来たんだと思います。だから本当に小さなね、はったりと小さな見栄というか頑張りなんですよねちょっと背伸びをすることによって、背伸びをしないやつなんか目立たないですから。背伸びもできない、背伸びした分のケツも取れないようなやつはいらないってことになるんですよね。まあだからね、私はこれはね、10代の頃のまあ陳腐なねプライドだったんですけども、その頃は、今は全然ないですけども、その頃の姿勢もちょっとね役に立ってるのかと思うんですよ。私は曲がりなりにも自分の高校の看板を背負ってると思ってね、あっちこっちで暴れてましたんで、だからその時にね、自分の負けは学校が舐められることだと思ったんですよ。うん、だからそういうのがね、なんかその30になってその麻雀とやる時にちょっと生きてきたんじゃないかなと思うんですよね。うん、私が目をかけられるってことはね、何かで目立つってことは、ちょっとの背伸びをして掴み取るチャンスに届くところだと、ちょっと言い方難しいんですけどね。要するに基本的には私今等身大の自分で表現してるんですよ。でも何の力もない時はちょっと背伸びをすること、そして背伸びをした分の責任を取ること、腹をくくるってやつですが、今はできるかなと思うんですよ。今は正確な情報をなるべく盛り込まずに届けないといけないかなと思うんで、等身大の発表してますけども、当時はね、何の実績も力もなかったんで、背伸びをすると、背伸びをしてそれが認められたら、この架空の自分を埋める作業は必死でして帳尻を合わせるって、その繰り返しだったですね。だからそういう意味で言うと、見栄を張って意地を張って、そしてちょっとだけ背伸びをして格好をつけるところ、それが認められたら、格好をつけた虚像が認められたわけですから、自分の実態を合わせないといけないですよね。その帳尻合わせが私の成長にものすごく寄与していたんじゃないかなってことが、30代をずっと貫いてましたね。だから本当にね、見栄が先行していて、実態は後で辻褄合わせるっていうような繰り返しだったですね。だから中身は本当なかったです。おかげさんでスッカスカのまんま30代を過ごさせていただきましたということなんで、40からこんな暮らしになったのは本当に奇跡なんですよ。だから私はね、あんまり私の生き方っていうのはモデルになんないんですけども、自分の私のね、人生を振り返って、この時は本来こうやんないと現実40代からこれが始まらないんだよっていう風な、その答え合わせができるんですよ。まあ、ですんで、私は自分でやってないことを今ね、30代を迎える方、40代を迎える方に申し上げることはあるんですよ。でもそれは私が本来はやらなくちゃいけなかったことなんですよね。やらないのに40からいきなりチャンスが来たのは本当運でしかないんで、そこの部分はね、私もできなかったけども、30代だったらこれ絶対やったよとか、40代だったらこれやったよってことは申し上げたいなと思います。まあ花よりもさね、30代からこれをやれっていうのはなかなか難しいところはあるんですけども、今のままでいいよってことははっきり言ってないですよね。今のままでやっていくと手詰まりになります、花よりもさん。これはね、愛情を持った警告として伝えますけども、今のままだと本当手詰まりになるんで、こんなことは俺やらねえだろみたいなことをたまにね、ぶち立てていった方がいいと思います。今でもやってると思うんですよ。今でもやってると思いますけども、まだ今やってることの炎上線上なんですよ。もう全くね、別人がやること、本当花屋龍馬って名前すら捨てるようなことをね、以降考えてみてもいいんじゃないかなと思います。それを多分ね、30歳に入る花屋龍馬さんへのプレゼントにしたらどうかなと思うんですよね。どうですかね、ちょっとこれ表現が行き過ぎたかもしれませんけど、あくまでね、愛情を込めてのメッセージでございますので、そこは誤解ないように、今のままだと本当にね、行き詰まりますよ行き詰まる、このなんかそのなんていうのかな、依存体質が、これ例えば YouTube 依存、 YouTube が潰されたらどうするみたいなことをね、ちょっと考えるのを始めたらいいんじゃないかなと思います。 YouTube が使えなくなった、自分の今のチャンネル登録がなぜか知んないけどなんかマイナス2000人になったとかねそれとか再生がずっとなんか知んないけど10前後で止まるようになってきたとかね、
こういうふうないわゆる自分の中央を貫いてる YouTube ってものが得意分野が潰された時にどういうふうにするか。このね YouTube のブームってのもね終わるかもしれないですからね。今クラブハウスってのが出てるでしょ。これ YouTube を凌駕するかもしれないんですよ。 YouTube のインフルエンサーがクラブハウスにごそっと行ってですね、 YouTube がつまらないプラットフォームになる可能性があるんですよ。私もこれはね危機を感じてます。で、今回ねいろいろと花よりまさんを脅したわけなんですけども、脅かしたわけなんですけども、じゃあ私が YouTube 潰されたらどうするかってことをお話ししましょう。 YouTube 潰されたらやっぱり YouTube をやりますね。微妙とかねデイリーモーションになってても私は動画放送を続けます。ということで YouTube がなくても何らかの形で動画を送り続ける久保っていうのは変わらないというね、そこまで私はねこの映像を放送することに心酔してますね。もう私が一番依存してるかもしれないですね。いってらっしゃい。